分と物々しいですね。連邦の前線が20キロまで迫っているんですもの。当然ね、戒厳令は出ていない分まだ余裕はあるみたいだけど。連邦軍はなぜ一気に攻め込まないんでしょう。攻め込みたくてもできないのよ。軍の主力を構成しているレアリエン部隊が使えないんじゃね。使えないってどういうことです。忘れたの。まだ星団全域に拡大させてはいないけれど、ユーティック機関はレアリエンを暴走させる手段を持っているのよ。ネピリムの歌声。そう。それにここには民間人も多いし、何よりゾハルがある。おいそれと光線艦兵器を撃ち込むわけにもいかないんでしょうね。